おはよう。久々にこのワンピース着ました。今日はこんなん着てみた。はい、お腹すいた。ご飯早く準備ができたらご飯を食べます。できなかったら食べられません。お腹すいた。でも本当は食べときたい。だけど絶対10時までで終わりにします。寝起きにのちゃん見れるの嬉しいだったでしょ。でもこんなに朝、私さ休日の日だったらなかなかこの時間はさシャキシャキしてないからあれですけど、すごいね休日からこんなに。私の最近は紫の人たちにハマってて、そうそうそう、みのちゃん起きてだって。おはよう。朝からおでんを食べました。私も朝ごはん食べたいんだよね。何食べようかな。あ、もう朝ごはん何食べようかなじゃなくて決まってるんだ。昨日の残りの、昨日はあの冷凍したビーフシチューがあるのでそれを食べたいなと思ってたので食べたんですけど、その余りがまだ今日もあるので温めて食べたい気持ちまである。トゥルトゥ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 。おはようだった。おはよう。トゥ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 ちゃん。おはようだって。おはよう。みのちゃんが起き出したから。そうよ、私が動き出したってことは動き出さないといけないっていうことよ。私が起きたんだから。いつもあんだけ寝てる私が起きたんだから起きましょうよ。ててててて、てて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 て。あー、ゆだゆだゆだ。お腹すいた。私本当は今日ラーメンが食べたくて、そうめちゃくちゃラーメンが食べたかったんだけど、なんかさ朝からラーメンを食べる気に10時くらいから食べる気にもなれなくてやめちゃった。お仕事終わったら行きたいな。早く終わったら。
休みですって。お休み、ラーメン食べ、私はもうのザ豚骨みたいなめちゃくちゃこってりしたラーメンが食べたいです、今。あ、そう、私ここにニキビできてたんだった。もうね、もう豚骨っていうラーメン食べたい、めっちゃ。もう福岡の味みたいなラーメンが食べたいですね。北友というラーメンを食べました。はよ、何系ですか。何系ラーメン。私なんなら福岡の美味しい家系ラーメンとかも食べてみたいとか思うから、おすすめあったら教えてほしい、うん。家系ラーメンを完食できる自信はないんですけど、そういう YouTube を見るのはめちゃくちゃ好きで、はい、なので食べたい。食べたすぎる。一回ラーメン食べたいと思ったらさ、ちょっと食べたくないねえ。なんかわ、もう今日は絶対ラーメンと思った。私絶対ラーメン、食べたい。お腹空いた。ラーメンすすりのちゃんが見たいですだって。私うまくすするの苦手よって言うと、あんま得意じゃないけど、それでもいいな。でも美味しかったら美味しいって言うと思う。美味しいってなると言うと、結構美味しかったらめっちゃ美味しいって言っちゃう。私お弁当、劇場のお弁当とかも美味しいとかってめっちゃ言っちゃう、美味しかったらね。しかもその声が大きいらしいから、いつもあのね、イブちゃんとかが見てます。かわいい。はい、眉毛。自分も大好きだって。私もでも何も食べないですね。だからなんかここのラーメンが好きみたいなお店がなくて、そうそう、だからまどこのラーメン食べようかなって思って、結局迷っちゃって食べないことが多いから、家系がどんなものか分かりませんって。なんかお店にもよるけど、大きなチャーシューが乗ってて、そうで油が入ってたりとか、あとはそうします。今日はポッキーの日ですだって。あ、私今日ポッキー配信したかったのに買い忘れてた。今日ポッキーの日か。でも私もうお家帰ってくるの遅そうだから、今日はポッキー配信できないかもしれない。私ポッキー配信したかったのに。
明日でもいいですか？優しいファンの皆さん、わ、忘れてた。じゃあ私のおすすめのポッキーだけ言っときますね。私のおすすめのポッキーはあのあれです、あの最近発売されてるキャラメルだっけ、なんか金のキャラメル、黄金のキャラメルだっけ、黄色いパッケージのやつ、なんて名前だったっけ、あれがめちゃくちゃ美味しいです。あれがめちゃくちゃ美味しい。知ってる？なんかちょっと本名思い出せないけどあるんですよ。それはめっちゃ美味しい。私キャラメルが好きで、ちょっと高いんですけど、そうちょっと高いんだけど、でも美味しい。めちゃくちゃ美味しい。あー寂しくポッキー食べますって、あーかわいそう。ポッキーはシェアして食べるものなのに、まあ、私一人で食べるんですけど、全然一人一袋食べれちゃうんだけど、わあ昨日ポッキー探しましただって、すごい。でも昨日私長い時間ショールームしたのに誰も教えてくれなかった。誰も、あの夜の12時手前くらいにちょっとだけならできますよ。ちょっとね、私がお家帰ってきてとかだったらできますけど、何時になるか分からん。でも私確か毎年ポッキーの日配信してましたよね。私ファンの人に教えてもらってないもんな。今日11日か。めっちゃお腹空いた。ちょっとの口どけだって、それはめちゃくちゃ美味しいです。本当よ、ポッキーだけ教えなくてごめんね。だって本当よ。でもなんかファンの方のツイートで見た気がする、もういのちゃんのポッキーを買いました、いのちゃんの配信のためにポッキーを買いましたみたいなツイートを2日前くらいに見た気がするんですけど、2日前は私忘れちゃうよ。てか早くから買っとけばよかったんですけど。年に1回しかないのにな。1
281おめでとう、だってありがとう。じゃあ遠距離ポッキーしますか。なんそれって感じだけど、今年は離れてポッキー食べます、みんなと。でもし仮にできたらラッキーくらい。夜遠距離ポッキーしているみたいに、君は切ないほど手が届かない、遠距離恋愛。しているみたい、お腹の音聞こえました？今お腹鳴っちゃった。お腹すいた。意外にもうメイクが終わりそうです。ま、今日は簡単メイクなのでね。私なんかさ、スリーコインズとかのさ、なんか最近おすすめなグッズとかをね、テレビとかで見るのが好きなんですよ。そう、好きなんですけど、でもいつもテレビで見て、わっこれめっちゃいいやんって思うものを、いつも店舗に行くと何を買えばいいんだっけって思って忘れちゃうの。そういう人いません？私ね、100均に行くと同じことが起きて、100均あるじゃないですか。で100均に着いた瞬間に、あれって何が欲しかったんだっけみたいな。あ、ドラッグストアでも起きるんで、まあ、どこでも起きるんですけど。でも300円ショップとかはあんま行けないからさ、
よし、3、あ、3コイン、私3コインズって言ってるんですけど、3コインズ、3コインズ行こうと思って、行くんですけど、3コインズに着いた瞬間に、あれ?みたいな。何?なんだっけ?みたいな。なっちゃうよね。で、私この前わざわざ3コインズに、そのネイル終わりに行ったのに、一周回って何が欲しかったのか思い出さなくて、もう帰っちゃいましたお家にわざわざ行ったのに。でお家着いた、あーってなって、あ、これ欲しかったんやって思って、あーってなって、また行こうと思うんですけど。でもさ、そういう風に思うものだからさ、まあ、特別いらなかったんじゃないかなとか思っちゃうんだよね。でもね、ドラッグストアで欲しいものはまあたまにあるけど、けどドラッグストアは意外と私覚えてるんですよ。メモしますだって、まあメモは大事ですね。何なんだろうねこれ、何なん、まあ、ちゃんとメモをしろって話なんですけどね、忘れちゃうんですよね。最悪思い出せませんだって。私この前3コインで行った時は思い出せなかった。でもういっかと思って帰っちゃった。そしたら思い出したのは、あ、ニンニクを切るやつ、ニンニクをなんか潰すやつ機械があるみたいで、そういうのがあるといいみたいな。それが最近バズってるって言ってたから、うわ欲しいなーって。まあただニンニクを潰せばいいだけの話なんですけどね。スマホや紙にメモるようにしてます。だって偉すぎ。ではあと30分くらい時間がありそうなので、ちょっとご飯を温めていきます。こんにちは。
今温め中です。お腹すいた。お腹すいた、お腹すいた、お腹すいた。お腹すいた。まだ朝ごはんのタイミングよね。失敗。お洋服が好きですだって。これはねファンの方から人気なお洋服ですね。でも前握手会に来た気がします。これはい、ちょっとバイバーイ。まだお腹すいた。ただいまだって。ただいまお腹すきました。
何を食べるのだ。ちょっと待ってください。もうちょっとしたら持ってきます。もうできたかな。できたー、イエーイ。こちらが見えるかな、ビーフシチューです。めっちゃいい匂いする。ほら、怖い怖い。ビーフシチューを温めてきました。とパンです。パンはいっぱい食べれそうだったらもう一枚焼こうと思ったんですけど、食べれるかな。いただきます。めちゃめちゃ美味しそう。そう、ちょうど牛肉が余ってる時に、幸せ。めっちゃ湯気出てるの分かります？ほら超熱そう。一緒に朝ごはんって一緒に朝ごはん、うん、幸せ。でもちょっと失敗がね、じゃがいもがもうこんなんちっちゃくなっちゃったことが失敗ですね。おいしい。カレーじゃないです、ビーフシチューです。うん、おいしい。寒いからさ、あっつい。おいしい。私はフランスパンをもう何枚でも食べれちゃう。なんかハンガーかかってる、ね、うまっ。なんか本当はさ、塊の牛肉とか使ったらレストランっぽいんだけどさ、高いじゃないですか。なんか普通の牛肉。
食べたいだってあげません、私が作ったやつ。あっつい。食べたいでしょう、食べたいでしょう。あげません、私が作った。うまっ。こんなものを食べます。パンはカリカリに焼く派ですかって。うーん、私は外がフランスパン焼くときは2分半から3分って自分で決めてます。でも3分はちょっとやりすぎな時がある。そう、3分、2分半は焼くけど3分は焼かないくらいの絶妙なくらいの時間にしてます、いつも。はい、そうなの。なんかあっぷな、半分するとやりすぎちゃって、2分半だとなんかサクサクしてないの。だから絶妙な時間。絶妙な時間が好きですね。で、食パンよりも私はちゃんとフランスパン買いたい派。でもスーパーで買ったやつ。おいしいです。それを冷凍しときます、うん、喉乾いた。フレンチトーストだって。うん、私もフレンチトースト好きだけどあんま作んないですね。たまに作るくらい。でもあんま作んないです。じゃがいもがね、熱いよ。絶対まだ熱いからやめとこう。今日のみんなのご予定は？うん、うまっ。リノリーはこれからお仕事です。ああ、熱い。登山してます。だって近くの山登ります。どうしたの、みんな山登りして。今紅葉ですか、もしかして。みんな山登りしてる。まあみんなで2人だけど。今日もお仕事。そうやね、お仕事の方も頑張ってね。でも私もお仕事だから一緒に頑張りましょう。2公演です。だって今日は何公演だ。仕事、病室、仕事だって。いいやん。映画見に行くの？いいね、私も映画見たい。
休日なので DMM で公演見ます。いいですね。今日は何公演？うん、うん、ジーナさんのライブがあるって、なんだっけ、ストーリーなんとかだっけ、グッズ可愛かった、ストーリーインスタで見ました、可愛かった。洗濯干したい、間に合うかな。うん、うまっ。おいしいって言わなきゃね、おいしいうまいって言っちゃう、おいしい。こんなに一口大きい食べるかな。おいしい、美味しいといっぱい美味しいって言っちゃう。最後食べ終わり。美味しかった。美味しすぎた。完食だって、完食。あー美味しかった。うん、こんな顔のキャラクターいそうよね。おいしゅうございました。きゃー、はい、じゃあ55分までしましょう。本当にお腹いっぱい。一口の量と思えないくらい顎がものすごく伸びてる。お腹すきすぎて早食い選手権みたいになっちゃった。可愛く食べられずで申し訳ございません恥ずかしいね。わっ、ちょっと毛先だけ巻くか迷ってきた。
ちがいいかな。これをちょっと巻くか。いっか。やめよう。最近毛先だけワンカールするのにハマってて。だって美味しかったんだもん。もぐもぐりぬちゃんだって。うん、顎が伸びちゃうくらい美味しかったんだもん美味しかったんだもん。おい、幸せ幸せ。今日は合間を見つけて写真撮れたらいいな。お時間です。だってわありがとう。しかも私今日アイテム読めてない。ねむ太郎、ボーダー、いちごさん、のぶりん、プリンさん、あんころさん、おかゆさん、主張、アイレパパ、のりさん、ハニーさん、ニコラス、ボーダー、ソウさん、ハニーさん、虹色さん、赤いグリフォン、ゆめ猫さん、赤いグリフォン、のぶりん、コージー、めっちゃかわいい、ありがとう。ポッケ、ありがとうございます。ヤスさんも、ドーマさんもありがとう。てっちゃんもありがとうございます。はい、ポッケさんありがとうございます。あ、びっくりしたびっくりした。はい、じゃあでこれだけやったら終わりにする。はい、では皆さんありがとうございました。ランキング見たいと思います。13位がリトゥじゃない、リトゥから読んだよ。13位15リトゥ、13位がハシムッチ、12位がモグモグパクパク、10位がアイ、11位がエリパパ、10位がハリー、9位が赤いグリフォン、8位がノリさん、7位がニコラス、5位がボーダー、4位がトモキくん、やっさん3位がやっさん、2位がコージー、1位が佐世保のてっちゃんでした。てっちゃん今度は東京に行ったのね。楽しんできてくださいね。ありがとうてっちゃんでした。はい、では皆さんありがとうございました。東京に行ったりね、他の皆さん劇場に行ったり、忙しい週末かもしれないんですけど、一緒に楽しみましょう。お仕事の方は頑張ってね。バイバーイ。バイバーイ。ありがとうございました。またねー。